皆さん、こんにちは。このビデオでカルビ大学のキャンパスを紹介します。自由な時間があれば、いろいろな場所で休むことができます。近所には多くのレストランや喫茶店があるし、大学の建物にビュッフェがあります。廊下にはたくさんラウンジアリアがあるので、休むことや食べることや勉強することができます。ビルの至るところに多くのコンセントがありますから、現代の技術をつけるのに心配する必要はない。モダンな外観に加えて、建物の中で生きている植物がたくさんあります。例えばこの特別な壁です。これはエーリオンビルの小さな庭です。ここで大学の図書館とジムルームがあります。カルビ大学の図書館は1994年設立されました。ここでいろいろでたくさん本や新聞であって、大学から卒業した先輩たちの学位論文も読むことができます。エリアンビルの図書館でドイツ語やオランダ語、哲学、ハンガリーの文学、宗教学、社会科学などについて読むことができますが、エリアンビルにも新しい図書館があります。こちらでエリアンビルのジムルームです。自由時間に必修授業に他にもたくさんスポーツをやってみることができます。例えばエロビクスやバレエ、クロスフィット、剣道、ヨガなどです。ジョージ通りのキャンパスには英語、ハンガリ語、歴史学部、教師チェーニングがあります。2022-2023年から BT からの学生は体育を1学期間履修しなければなりません。例えばバレーボールやバスケットボールやエロビクスがあります。レビスキ通りのキャンパスから地下鉄第4号線とバス30番で30分です。2014年からカールの学生はここで勉強しています。ずっと前にここには女子校がありました。これが私たちの大学のボールルームです。ここでは様々なトピックに関する講義が行われます。時々演奏会もあります。例えばはるばる台湾からやってきたザ・ウォンテッド・アカペラというバンドがいました。ご覧の通り、プロジェクトなどの設備も充実。大きなホールではありませんが、多くの観客を収容できます。これは大学の画面です。授業の後で時間があるので、大学にいろいろな活動に行けますよ。例えば、KK 音という音楽のクラブや、映画クラブや、書道などがあります。活動で先輩と知り合うことができます。その活動の時、先輩が1年生にアドバイスをくれます。ここに大学の図書館の一つです。ここにたくさん日本語の本があります。漫画もあります。去年まで日本語の本が置いてありませんでした。去年まで本は先生の部屋にありました。これらの日本語の本はこの図書館に移されました。日本語の本と中国語の本もあります。例えばこの本。この建物はカールイチェコニチ宮殿という、アドレスはレウィツキ道6です。隣の建物も大学のビルです。日本学科の学生の授業は普通クラブで2軒の、建物の行われます。カールイチェコニチ宮殿は2017年にレノベーションが始まり、2020年9月1日が完成しました。それからビルは大学の一部となり、歴史的な施設や、学部長の事務所があります。建物は2つに分けられます。1つは学術研究のため、もう1つは
学部長や会議、そしてさまざまなイベントが行われます。建物にはラヴィツキ道とムーゼウム道からそれぞれ2つの角口があります。大学祭はラヴィツキ堂の門を使用し、入るとすぐに大きなホールにたどり着きます。新しいキャンパスはどの教室もカードキーで出入りします。オートロックなのでセキュリティも完璧です。でもちょっと不便な面もあります。うっかりカードキーを持たないで教室を出てしまうと入れなくなります。授業に遅刻すると、教室に入れなくなるので気をつけなければなりません。最後までこのビデオを見てくださいましてありがとうございました。さようなら。